これちょっとやってみます。危ないので皆さん真似をしないで。
について飛鳥容疑者自身がこう語っていた。当時は認めてもらおうという意識がすごく強くて、背伸びする歌を歌ってたような気がするんですね。とにかく歌詞に関してもこだわりというのが強くて、時間とともに強くなっていきますね。これそして91年、飛鳥容疑者の歌詞に込められた独特の世界観が人々の心をつかんだ。撮れました。完全に撮れました。一応撮れましたね。成功しましたよ。部品取りに。部品取りに成功しました。あ、部品取り。これ見て。全部撮れました。